ダメか。こっちも。やっぱり罠だよ。みたいだな。降参だ。無駄な抵抗はやめるから、顔ぐらい見せてくれ。来いよ。幸福と見せかけて時間稼ぎか。安易な策だな。始末する価値もないだろ。いいな、君たちは敵。時の矛盾そのものだ。消えてもらわなければならない。200年前、君たちは封印された歴史を知り、あの塔で葬られた。だが再び私の前に姿を現した。これがパラドクスでなくて何だというのだ。塔とか封印された歴史とか何のこと？もしかしてこれから起きることなの？あり得る。俺たちはこれから200年前に行ってカイアスに会うのかも。殺されるつもりはないけどな。間違いなく同一個体。歪みが生んだ逆説か。あんたらしくないな。俺たちが邪魔ならどうして自分で手を下さない？犠牲が大きければ罪の重さを実感できる。だからあれの力を借りた。セラ！